片寄良太、陸廃浪、初参戦、戦国時代活劇、廃浪座戦国、上演決定宝塚歌劇から南舞とも参加。連続ドラマ4本、映画7本のほか、音楽、コミック、ライブテーマパーク、フラッシュアニメ、ソーシャルゲームと、あらゆるメディアを融合させた、ハイ&ロープロジェクトに、舞台作品が登場。今年4月、東京、新宿にオープンした、シアターミラノ座にて来年、2024年1月、戦国時代活劇、廃浪座戦国、の上演決定が発表された。出演する片寄良太、ジェネレーションズ、南舞と、宝塚歌劇団、リク、ザランページ、からコメントも届いている。上演されるのは、戦乱の世を舞台としたオリジナルストーリー。かつてその一帯には5つの社が建てられ、社の周辺はそれぞれ国が栄えていった。以前は緑豊かだったが、内乱によって砂漠と化した、諏訪国。川口に栄えた水の都の菊に、生まれながらに戦う戦闘族が集まる火の国孫武国。ここに、円空国、嵯峨国を加えた5つの国が群雄割拠する時代。各国の長たちは自国の繁栄を願い信頼できる仲間と共に戦いを続けていたが、彼らの戦意を我が物とするべく、忍び寄る影が、社に封印された力を解き天下を治めんとする野望が、諏訪国、の菊国、孫武国、の三国を巻き込み大合戦へと発展していく。出演は、2012年11月にジェネレーションズのボーカルとしてメジャーデビューし、これまで数々の映像作品に出演、海外での活躍、現在出演中のドラマ、推しが上司になりまして、のオープニングテーマに自身のソロ楽曲、ダンスザライフアウェイが起用されるなど活動の幅を広げ、廃浪シリーズ初出演となる片寄良太。2009年に宝塚歌劇団に入団、アムールそれは、で初舞台を踏み、その後花組に配属され、多くの公演に出演、23年4月に戦火へ移動し、宝塚歌劇以外の公演に出演するのは初めてとなる南舞と。総勢16人からなるザ・ランページのボーカルの一人で、米 FM78 でレギュラーラジオ番組のメインパーソナリティも担当、12月公開の映画、マイ・ケー・ナイト・マイ・ナイトで主演を務めるなど、歌唱以外にもオールマイティーに活躍するリクも廃浪シリーズ初出演となる。他にも、9年に宝塚歌劇団に入団、アムールそれは、で初舞台を踏み、その後星組に配属され多くの公演に出演、2023年8月に戦火へ移動し、宝塚歌劇以外の公演に出演するのは初めてとなる瀬尾ゆりや。ザ・ランページの浦川翔平、藤原いつき、劇団エグザイルの小野塚隼人、桜井優希、劇団4ドル50セントの植木屋聡、様々な映像作品で一癖ある役を演じ作品を盛り上げる阿部亮平、俳優のみならず演出、立て師としても活躍する富田正則ほか作品の世界観を固める個性豊かなキャストが集結し盛り上げる。本作の企画、プロデュースはエグザイルヒロが務め、演出は、ライブのコンセプト、演出、コレオグラファー、映像、音楽、衣装などを担当する、各専門分野のスペシャリストたちが集まったクリエイター集団、チームジェネシス。脚本はこれまでの、ハイ&ローシリーズの脚本を担当してきた平沼典久と、タレントとしてデビュー後、日本テレビシナリオ登竜門の受賞を機に脚本家に転身した渡辺圭が担当する。シアターミラノ座は、歌舞伎町と共に発展した新宿ミラノ座の名前を継承するライブエンタテインメントシアターで、出演者と観客がお互いの鼓動や息遣いを感じられる約900席の空間。舞台から1階客席最後列までは約19メートルという親密な距離感で、出演者が客席を縦横無尽に走り回る。
ゲストダンサーとしてプロダンスリーグ、D リーグのダンサーや、メンバー全員が世界大会のチャンピオンタイトル保持者のパフォーマンス集団ラグパウンドのメンバーらを迎え、本作の見どころであるアクションシーンはダンスと殺人で表現される。これまでの舞台とは一線を画す圧倒的迫力のダンスパフォーマンスで観客を物語の世界観に引き込む。片寄涼太、ジェネレーションズ、コメント。この度、舞台、ハイローザ戦国、で健康イエモン役を務めさせていただきます。ハイローシリーズに演者として関わるのは初めてで、このようなタイミングで代役をいただいたことに私自身もサプライズを感じ、未だ誰も見たことのないエンターテインメントへの挑戦に心からワクワクしています。舞台をほぼ経験のない私ですので、舞台経験の豊富な素晴らしい出演者の方々の中で、舞台を一から学んでたくさんの刺激をいただきながら、自分のでき得る表現をこの作品に最大限にぶつけたいと思います。そしてこれはただの舞台ではなく、LDH にしかできない思考のエンターテインメント作品です。今業界大注目のシアターミラノ座で繰り広げられる今作をぜひ劇場でご体感いただけたらと思います。南舞と宝塚歌劇団。今回、舞台、ハイローザ戦国に出演させていただけるこのようなご縁にとても感謝しております。初めてのこと尽くしでどのような舞台になるのか、今からのお稽古や本番の舞台に胸が高鳴っています。この舞台で新たな挑戦をさせていただき成長できますよう精一杯努めたいと思います。劇場でお会いできることを楽しみにしております。リク、ザ・ランページのコメント。この度、舞台、ハイローザ戦国、上宮寺玄武役で出演させていただくことになりました。先輩方から始まったハイローの世界が戦国時代バージョンになるということで、すごくワクワクしております。簡単譜、LDH が大切に育ててきたハイローを汚さぬように、素敵な演者の方々と共に切磋琢磨して最高の舞台にできるように頑張ります。ぜひ劇場にお越しください。心よりお待ちしております。